僕は今年の5月で40歳になります。この年齢でもこういう若者しかいないホストクラブで僕がナンバーワンということで、ぶっちゃけ凪田さんのことどう思ってました？当時ですか、はい、めちゃくちゃ嫌な人でしたねいやしつこいぐらい怒られてたんで、それがめちゃくちゃ嫌で、うん、お前は継続できねえからダメなんだとか、僕がポンコツだったんで。これから出勤ですか？いや、なんか呼び出されて今から行くんですよ。誰にですか？渚さんです。もうなんでよ、何もしてないよ。いやいや、だって怖いじゃないですか。そのしかも2人っきりですよ。悪いことした？最近たるんでるからお前俺が説教してやるよっていう回かもしれないですね。またお説教ですか？勘弁してくださいよ、もう萩田さん、勘弁して。すいません、すいません。 Yo After I get it, I'm real verse. After I get it, I'm real verse. やばいよこれは、マジで。ていうかこれ今全員ここ呼んで、マジで一人最低一人に呼べるとか言った方がいいよ、本当に。マジで。やばすぎるわ。話しますね。締め日だし。ありがとうございます。ありがとうございます。どこだろう。こっちから。あ、ここですね。うわー、なんか高そうな店。そうですね、いいとこですね。予約してんのかな。うわ、これ何屋さんだろう。天ぷら割烹料理って書いてあるいいのかな。あ、予約してありますって。なん予約、渚。あ、どうぞ。あ、はい、ここかな。先着いちゃいました。着いてた方が絶対いいっすよね。まあまあそうですね。あ、電話かかってきた。あ、もしもし、お疲れ様です。はい、あ、わかりました。じゃあ、一回外出ます。お疲れ様です。伊藤さんいると思わなかった。急なご飯っていうのがすごい、僕はもう、ああなんかまたやらかしちゃったかなと思って。本当なんだよそれ。いや、渚さん怖いですって。だってないじゃないですか最近本当に。いやでも最近な、ちょっとあのもうホワイトの方ばっかり言ってこの間も言ったけどさ。そうですね。でも正味さ、なんかまあ俺らの世界ってもう売り上げじゃん。そうですね、はい。だからあのもう売り上げだけを上げればいいだけなんだけど、はいはいはい。年にさ、浦和で役になれ。はいはいはい。浦和で勇気を持てって言ったじゃん。もっとずっと、はい、言ってましたね。おはようございます。なんか当たり前になっちゃったよみんな、この暇なの。締め日で呼べないホストが通常営業絶対呼べないから。だってレイなんて顧客数は絶対いっぱいだからさ。やばいな。レイって嫌われ役になりきれてないからダメなんですよ。だって正味、僕だって嫌われたくないし。そうですよね。だけど言わないと。そのやり方って、まあ、俺の
俺別に嫌われてもいいけど店が良くなったら最終的に結果お笑いでしょっていう考えで、そうですね、本当に、はいはい、そうだけど、まあ、それちょっと違うなと思って、まあ、それちょっと違うなと思って、まあ、レーンはレーンだから、はい、今までのレーンとのやり方変えちゃうと、何この人なんか代表になったからっていきなりシャシャってんの生きてんのとか、なんかそういう方向になったなと思って、レンは俺になれないし、はいはい、俺もレンにはなれないし、俺がちょっとブレるようなことをさ、嫌われる勇気持てみたいなこと言ったら、レンの性格に合わないようなやり方を俺がちょっと教え込もうとしちゃったから、ちょっとブレちゃったんだけど、だけどやっぱり本来のレンのままで、右腕でやってきた時のままのレンで、正直売り上げの部分ははっきり言っても全然だけど、まあきっと良くなっていくだろうなっていう兆しが見えてる。ああ、いや嬉しいですね、そう思ってくれたら。それはさ、やっぱり人間関係を立ってます、はいはい、ストクラブなんてさ、もうこんなこと言ったらあれだと思う、クソなやつらの集まりだからそのクソなやつらで自己中なやつらをどうやってまとめるかっていうのはさ、このお店の代表に決まってる。いや本当にそうです、まあ、実際のドラッグは今本当に雰囲気が良くなったから、でも、ね、それって自分の鏡だと思った方がいい。今雰囲気がいいのは、じゃあ俺が今本当にうまくお店作りできてるんだなと思っていいと思うし、そういうことです。俺は話したかったな。え、いや、そうなんですか。怒られてない。いや、やめてくんね。いや、怒るキャラじゃないんですけど、でもこう厳しく育てられたのは間違いないじゃないですか。だって本当に怖いんですよ。まあ今日はその俺が方向を見誤ってしまったという、いやいやいや、俺のワンマン気質が出てしまっていて、それだからちょっとごめん、ちょっとごめん、ごめん。いやいや、何を言ってるんですか。何を言ってるんですか。ちょっとガチやめてください、それもう本当に。まあそれをね、ちょっとそれを話した。おいおい、ありがとうございます。まあでも雰囲気良くなってきてって渚さんの口から言われたらやっぱ嬉しいですね。見事にさ、ここまで変わるかっていうさ。レンリーが本当に一番厳しくしてきたから、本当に俺のこと嫌いだった時もあるだろうし、はいはい、だけど俺は最終的にレンがついてきてくれれば、ついてきてくれるほど確実にそれを結果として俺も返せると思ったから、という時に俺が行くって言ってたから、はいはい、あの喫茶店、喫茶店さ、はいはい、そしたらレンはさ、いや僕ついてきますって、はい、俺が行くって言っただけに僕もついてきますって、そこ行ってくれたじゃん。でもその瞬間に俺は、あもう絶対に自分のもう責任として絶対に形として何か残さないといけないっていうのはもう兼ねてたから、嬉しいですね。尾藤さん、もう話結構終わったんですけど。ああいや、よかったです。怒られなくて。ここ向かう時も、なんかやらかしたかな、何もしないんだけどなって言って。何もしないんだったらそんな。いや、でも、なんか、こんなことないから。でも、頑張ろうってやりますね、やっぱ。渚さんはごめんって初めてです。初めて言われました。これ、本当ですよ、これ。ごめんって言ったら、謝ってくださいよ。いいと思って、なんか逆に怖くて。でも、僕もびっくりしました。でも多分もうないよ。でも嬉しかったです、いろいろ話せて。